ジャンバティスト・グルーズは、フランスの画家。宮廷風俗を描いた、同時代の他の画家と違い、市民生活に題材を求めた風俗画を多く描いた。当時は絶大な人気を誇っていたが、その後18世紀の忘れられた画家として低い評価を受けた。リオン郊外のトゥールニュで生まれ、グランドンという名のリオンの肖像画家のもとで学んだ後、1750年頃にパリに出た。 5年後の1755年に初めてサロンに出品した家族に聖書を読んで聞かせる祖父が市民の人気を集め世紀のコースをたどることなしに王立絵画彫刻アカデミーへの入会資格を認められた。歴史画家としての名声を望みその素質を備えていたにもかかわらず風俗画家としての知名度が高かったため風俗画家として会員になった。 アカデミーでは、シャルル・ジョゼフ・ナトワールに支持する。一時イタリアに滞在した他はほとんどをパリで制作した。1761年サロンに出品した、村の花嫁や、壊れた瓶は、その教訓的な内容によって、ディドロらの賞賛を受け、多大の人気を得た。ディドロたちによって、道徳的絵画として商用されたこの種の作品は、露国ココ風のセンティメンタルな、 甘さと、オランダ絵画に範を取った、精密な描写と逸話性、そして、ディドロの言う、繊細で感受性に満ちた魂で主題を扱う、態度の結合が生み出したものと言えるが、今日から見れば、それは、ロココ的干渉主義の市民化、家庭化であったとも言える。大革命後、新古典主義の風潮によって、彼の業績は半ば埋没した。 しかし大衆的な名声は最晩年まで持続した。ありがとうございます。